なんかイエティ、なんていうか、あのイエティとかさ、ネッシーとかってなんていうんやったっけ、ユーマ、あ、ユーマか、うん、そう、それが、そういう系のやつ好き、おもろいよね、夢ある UFO とかな、夢あるよな、ね、UFO おるぜ、でもまず見たことあるん、ある、ある、ある、え、あるの、のんちゃんある？ UFO 見たこと、いや、ないよ、なんでちょっと半笑いなんでなんか出たなって、スミレワールドがいや待って待って、だってさ、人間だけなわけないじゃん、宇宙広いのに生きてるのが、確かにいっぱいあるよ、いっぱいあるよ、マジで他の星でどんな奴らが暮らしてんやろ、うん、マジで気になるわ乗ってるもんねって、米うるさい、乗ってない、乗ってる、 UFO に乗ってない乗ってはないよな、乗ってはない、乗ってはないよ、 VSCO みんなスーちゃんのこと宇宙人って呼んでるからねすごい名誉、名誉毀損みたいなやつや名誉毀損あれ、乗ってはないわ、まだ、これから乗る予定は、これからもないよ、これから、なんでなんでそんなこと言う、いやいやいや、冗談冗談、そうだね、冗談ですやん、まあいいよ、当たり前よ、いや、本当におるけどな、まあでもおるやろうな、で俺見たことはないわ、なんか、あの光怪しくねみたいな、そういう気はないな、うん、友達にビデオ通話しながら見せた、嘘、なんかヒュンヒュンヒュンって斜めにめちゃくちゃ上下に移動してて、これ本物やんって言って、秒で電話かけてビデオ通して、うん、でもその時カメラの画質良くないから、携帯とかのやっぱりそう、空とか映してもさ、見えないからな、真っ暗で何も見えへんって言われてやろうな、俺も思ってんの、見えんのかな、それって普通に思ったの、見えないって言われて、なんか残念やったな、そう、本当にあるんって友達からも疑われて、なるほど、悲しい気持ちで、じゃあいいわ、切るわって言って切った電話、でもそれあれと同じやで、ひなのの空飛んだことあるって同じやで、いや、空飛べるわけないだろ、バカだろそれはいや、言い過ぎやろ、急に、ないね、バカだろそれは空、同じこと言うてるからな、でも同じベクトルやで、いや、だってから自分の体は浮かないよ、 UFO はありえるけど、人間だって飛行機乗ってるんだから、そうだよ、そうだよ、空飛んだことあるってどういうこと、ねえ、意味がわからん、それに対しては、いや、僕らもようわからんのです、マジでわからへん、魔法使いになりたくて、本気乗ってジャンプしたら空飛べたみたいな、意味わかんないこと言ってて、マジでそれはもう論外でしょそれ何歳の時にその体験をしたかによるよな、でも何歳かでもありえないですよ、ちっちゃい頃の話じゃなかったかな、やったらあれじゃ、なんかいい話よな、まだ飛べるわけないやん、いやいやいや人は飛ばないよ、飛べたかもしれへんやん、人は飛ばないよ、いや、わからんで、人は飛ばないよ、したら今も人飛んでるもん人は飛ばない、両手バッサバサ振りかざしたら飛ぶんじゃん飛ばないよ、人は